2種類大喜利、最初に思いついた回答と熟考した回答を書いてもらってます。お題は大食いチャンピオンが日々大切にしていることは、ラジオネームすまたまたぞ。大食いチャンピオンが日々大切にしていることは、すぐ考えたやつ、保険の見直し。熟考した答え、食欲がすごいので性欲も強いが、それが表に出ないよう愛想よく振る舞う。ラジオネーム夏フェスより夏狩り。大食いチャンピオンが日々大切にしていることは、最初に答え、よく噛んで食べる。まあ、最初ですね。熟考しました。大食いチャンピオンが日々大切にしていること、ストライプのジャケットにボーダーのインナーを合わせない。ラジオネームブルハルトショア。大食いチャンピオンが日々大切にしていることは、最初の答え、奥さん。熟考した回答、ライオンハートの CD。 考えすぎたな、ちょっと。ラジオネームアクセルライダー。一番、大食いチャンピオンが日々大切にしていること、日々一番最初に思いついた回答、落ちているものを食べない。いいですね、とっさの面白さがあるね、これ。熟考した回答、尿検査で余った尿は飲まない。これ最初が良かったパターンだね。そうですね、最初良かった。ラジオネーム神の左。大食いチャンピオンが日々大切にしていること、最初の答え、最後まで諦めない。これしたら熟考が強いかもしれない。熟考した回答、おかわりの言い方で視聴者を飽きさせない。よく考えるタイプだね、この人。いいですね、いいです、あげとこうか。パン。ラジオネーム各州アシュラ。大食いチャンピオンが日々大切にしていること、一番最初に思いついた答え、朝食は食べ過ぎない。熟考した答え、お箸を持つ方の手で人を殴らない。どっちも面白い。気をつけてる。あげときましょう。パン。以上かな。また引き続き大喜利やります。さあ、まだ引き続き2種類大喜利やっておりますけどね。酒井はどっちのタイプだろうな。酒井はよく考えない方がいいタイプだろうな。ああ、考えても面白いの出てこないですよ。な、はい、そうそう。そうそうって、ね、そうそうってもう。もう、もう、オンが出た。もう、オンが出たら終わりだな。そうっすね。終わりですよ。出たらもう今日出たらもう、もう言わないでってこと。そういうことだよね。心の底から出てこない。そうです。もう、これもストップの合図。テレビストップ入る。はい、すいません。これ以上戦わせない。お茶なんか意味わかんないだろ、はい、大喜利なんてやったことないな。不得意ではありますけど。もう。ダメよ、芸人がもう、おーんって思いました。出ちゃうな。これ以上はちょっともう、すいません、ありがとうございます。もう、ファイティングポーズやめるの、いや、ダメよ。戦いもしないっていう。レジオの別れ際ちょっとムキになる。大食いチャンピオンが日々大切にしていることは、最初の回答、骨まで食う。まあな、そうだな。熟考した回答、射精すると同時に食パンを食べることで、食べることは気持ちのいいことだと体に覚えさせる。パブロフヌイル的な。面白いな。いいっすね。あげようか。パン。ラジオネーム一般人。大食いチャンピオンが日々大切にしていることは、最初の答え、太りすぎない。大食いチャンピオンの人たちは太んないんだよね、基本的に。食べたら太るんですっていう人が大食いやってないんだよ、大体。熟考した答え、余計な水分を取り込まないようにするため、ウォシュレットは使わない。いや、あれ表面洗うんだよ、普通。俺とか酒井とか俺らみたいに吸わせないんだよ。肛門の中に。肛門から入れると喉ぐらいまで入ってるからね。体おかしいっすよ。ビビると出ちゃう時あるから。マーライオンみたいに。言ってください。ケツから入れて口から出ちゃうっていう。直通してるんですか？ケツと口が。
ラジオネーム木が2本。大食いチャンピオンが日々大切にしていることは、最初の回答、試合前日はご飯を食べない。まあな、そうだな、うん、普通そう思うやな。熟考した回答、試合中はマナーモードにする。携帯置いとけよ。撮りたいか写真でも。ラジオネームアナゴさん、大食いチャンピオンが日々大切にしていることは、すぐ思いついた回答、たくさん食べるという気持ち。熟考した回答、大きく息をしているとなんか胃が大きくなった気がするという気持ち。どっちも気持ちなんだ。気持ちじゃないよ、胃を広げることが大事なんだ。ラジオネームバケネコのナルセ、最初に考えた回答、栄養バランス。熟考した答え、フォローとフォロワー数のバランス。バランスを、なるほど、酒井タイプだな、こいつ。酒井あげときました。酒井、酒井あげません、あげません。何を送るんですか、酒井。砂壁の、砂壁の金のやつ。いいとこ、砂壁の中で、チラッとした金の、砂壁の中に混じってるチラッとした 金のやつ。あれ酒井って言わないですよ。あれ酒井って言うんですよ、業界じゃないんだよ。ラジオネーム無味無臭、大食いチャンピオンが日々大切にしていることは、すぐ思いついた回答、空腹が訪れる前に食べる。熟考した回答、たくさん食べた後は必ずウォーキングをする。いやだから、大食いの人たちは太らないんだよ、体質的な。あの人たちは食べたら太るみたいになってるけど、それちゃんがそのタイプだったら今もうとんでもない体になってるだろう。確かに。大食い好きなんだっけ、あんまり。いや、めちゃくちゃ好きです。誰好きなの、はい、一番好きなんですか。うわぁ、難しいなぁ。でも、赤坂さん。あ、赤坂貴子、赤坂貴子やってくれるね、俺も好き。あの時代いいよね。あの時代がやっぱ良かったです、ね。赤坂は、赤坂時代っていうのはいいね。いい時代でしたね。ああ、やっぱり。二冠食いの赤坂って言われてましたからね。やっぱ、白田くんもいいよね。やっぱいいっすね。白田、赤坂。竹、ね、小林武尊もいましたし。小林武尊もいいけどね。はい、イテヤ。ああ。どうも。イテヤ名前変えちゃったけどね。ドモンさんっていう人もいましたね。誰？ドモンケンっていう、あの、あ、ペットボトル。いたね、いたね。最強の、最強だね、あの人も、ね。強でしたね。強いね。強かったです、その時。あれ？ちょっとあれ、すみません。はい、最近のぐらい、ちょっと昔のあんまり。最近誰ですけど。マックス、すごい。いや、強いよ。めちゃくちゃ。強いけどね。もすごいすね、はい、最近、なんか小林武尊とやりたいですみたいな。ちょっとね、最近の人はね、はい、YouTube で金稼ぎすぎててね。あ、そうなんですか。ちょっとこう、なんかね、プロっぽいんだよね。ああ、山から出てきたって感じしないんだよ。なるほど。ノブシ感がないというか。ノブシ感ないのよね。競技のもうプロですって感じ。ああ、そういうことか。なるほど。昔のやっぱ曽根ちゃんとか、ほら、山から出てきた感じしたじゃん。確かに。あ、そうですね。何者だっていうさ、はい。なるほど。いきなりっていう。うん、ああ、なるほど。いきなりステーキ。大きい声で言ってますけど。どうしたどうしたんですかって言うなよ。お笑いの人に。お笑いの人が変なこと言って、どうしたんですかって聞かれたら、俺、ああ、もう、なっちゃうわ。俺ももう出ちゃうよ。どうしたんですかって言われちゃうと。そりゃそうだ。このラジオでどうしたんですかって言われちゃうと、もうほとんどそうだよ。2時間。そうか。そうだろ？失礼いたしました。それはもう、気をつけます、以後。気をつけますって。ラジオネーム、ノンフィクション厚み。大食いチャンピオンが日々大切にしていることは、最初に思いついた答え、目覚めたら、今日もいただきますと叫ぶ。熟考した答え、寂しくなるからごちそうさまは言わない。連動してるじゃん、これだって。連動しすぎだよ。そうですね。以上です。